イーオーと、アルゴス・アルゴスは、ギリシア神話に登場する百の目を持つ巨人である。アゲーノールの息子、ヒロシミシャ・アルゴスと言われる。全身に百の目を持ち、しかもそれらの目は交代で眠るため、アルゴス自身は常に目覚めている。つまり、アルゴスには、時間的にも、空間的にも資格がない。神々の命を受け、上半身は人間の女で腰から、 下は、蛇の形をしていた怪物、エキドナやアルカディア地方を荒らしたお牛の怪物を退治するなど、多くの手柄を挙げた。ヘルメースがアルゴスを眠らせたシーン。ドイツ画家、ユリウス・シュノル・フォン、カロルスフェルト・ゼウスの制裁、ヘーラーの命令で、ゼウスの愛人でウ牛に変身した、イオーオーの見張りをしていた時、イーオーを愛するゼウスの命令を受けて、イーオーを取り戻しに来た。 ヘルメイスにより殺された。この際、ヘルメイスは足笛の音を聞かせて、アルゴスの目をすべて眠らせて、剣で首をはねたとも遠くから石を当てて殺したとも言う。あるいは、ヘルメイスには殺されなかったが、いい王を逃がされた攻めでヘーラーに処刑されたとも言う。ヘルメイスの異名、アルゲーポンテスは、アルゴスを殺したものという意味ともされる。ヘーラーは、アルゴスの死後、 彼を傷んでその目を取って、自身の飼っているクジャクのおばねに飾った。それ以来、クジャクは、おばねに百の目を持つという。クジャクの話には、もう一つ説があり。それによれば、ゼウスが、ヘーラーの機嫌を直させるために送った鳥がクジャクだという。どちらにしても、クジャクのおばねにある百の目は、アルゴスの目であるという説がある。ありがとうございます。